日産 R32GT R グループ A は自動車レースに使用する競技車両のカテゴリーの一つ。2006年ラリージャパンのトヨタビッツ1981年国際自動車連盟の下部組織だった国際自動車スポーツ連盟によってそれまで1から8の数字によって形成されていたレギュレーションを改正し A から FNT など8つのアルファベットへ 簡略化されたものの一つである。グループ A は部門 I に所属し、ツーリングカーと定義される。連続する12ヶ月間に2500台以上、生産された4座席以上の車両がホモロゲーションの対象となる。また改良型の公認取得として、変形オプションには2500台、スポーツエボリューションには500台以上の追加生産が必要となっており、これらは エボリューションモデル、あるいは正常進化モデルと呼ばれる。グループ B やグループ N 同様、一般の市販車に改造を施したものだが、改造範囲はグループ B より狭く、グループ N より広い。以前は、排気量により 1400cc 以下の A5、1401から 1600cc の A6、1601から 2000cc の A7、2000cc 以上の A8 と分類されていた。 なおターボ車は排気量に1.7倍を乗じた数を適用する。市販車に近い車両ということでファンからの人気は高かったが強力な戦闘力を持つ市販車両や競技レベルの市販部品を量産する必要があったためメーカーの負担が増大して撤退が相次いだ。そのため現在のトップカテゴリーでは純粋なグループ A 規定車両を頂点としたレースは皆無である。 ただし4座席の市販車をベースに用いる競技車両の規則としては依然機能しており、世界ラリー選手権や世界ラリークロス選手権、世界ツーリングカーカップなどのビッグカテゴリーでもグループ A の派生、特例となる規定で総合優勝を争っている。ランチアデルタ 1F、インテグラーレイエボルツィオーネトヨタセリカ GT4ST165。 スバルインプレッサトラバント P800RS 日産、プリメーラ。ありがとうございます。